ロック・ハドソンは、アメリカ合衆国イリノイ州出身の俳優。本名、ロイ・ハロルド・シェーラージュニア。1948年、特攻戦闘機中隊でデビュー。ハリウッドクシシの2枚目俳優としての地位を確立し、ジャイアンツでは、アカデミー賞にノミネートされ、武器をさらば、お熱い出来事など多くの作品に出演した。193センチメートルと大柄でありながら、 金星の取れた美しい外見であった。巨匠であったスタンリー・キューブリック監督の2001年宇宙の旅を鑑賞後、誰もストーリーの難解さを批判できない状況の中、誰かこの映画が何が言いたいのか分かった奴はいるのか。俺はさっぱり分からんと批判したこともある。1985年にエイズを発症後、同性愛者であることを公にした。同年、エイズにより高い。 最も典型的なタフガイのイメージとして大衆に受け入れられていたので、同性愛者との告白は世間に大きな衝撃を与えたが、彼がゲイであることは共演者をはじめ映画界ではもともと公然の秘密だったため、そのカミングアウトは演劇界で好意的に受け入れられた。当時の著名人としては世界で初めてエイズ患者であることを公言した人物である。 一体は仮装され海に散骨されている。ありがとうございます。